で、リク、一つお願いがあるんだ。今晩一緒に寝てもいいかな？あ、違う、セックスの話じゃない。まったく、君は本当にハレンチなことばっかり考えるんだから困ったものだね、もう。一緒のベッドで眠りたいんだ、君のぬくもりを感じながら。けど、問題がある？そこは、ちゃんと我慢してくれないとダメだよ。今の体調で、あんなに激しくされるのは、困る。いや、でも、体調が戻ったら、その時は、また、って、気持ちよくしてほしい。天使でいることよりも君と一緒にいたい。それが僕が初めて掴んだ